マスコールコンファレンス例後におけるマイケル・ティーマン。マイケル・ティーマンは、レッドハットのオープンソース部門、バイスプレジデント、並びにオープンソースイニシアティブの会長である。彼は、以前レッドハットにおける、最高技術責任者であった。彼はいくつかの理事会、委員会を取り仕切っており、その中には、エンベデットリナックスコンソーシアム、XMPP テクニカルアドバイザリーボード、 GNOME ファンデーションアドバイザリーボード、ザ・サハナボード、そして、アクティフステイトツールコープの委員も含まれる。彼は1989年、シグナスソリューションズを共同で設立した。彼のプログラミングによるフリーソフトウェアへの貢献は、GNUC コンパイラの原著作者、GNUC コンパイラと GNU でバッガに含まれている。また彼は2001年に封切られた。 ドキュメンタリー映画レボリューション OS にも出演している。彼は1986年、ペンシルベニア大学ムーアスクールにて学士号を得ている。ありがとうございます。